ダメージを受けた際のモーションについてお話をしたいと思います。スマブラの場合、ダメージを受けた瞬間すぐに痛そうなポーズに置き換わることを想定しています。ダメージモーションの1フレーム目はヒットストップがかかっているのでよく見えます。なのでここを痛そうなポーズに見せるのは大事。やられポーズと待機ポーズが近い作品もあるんですが、待機ポーズとは全然異なる極端なポーズを取らせています。遠くから見てもダメージを受けたことがしっかりわかるように。だけど瞬時にダメージモーションに移行するのではありません。モーション補完によって攻撃を受けた時のポーズからダメージモーションの1フレーム目に移行しています。少しだけつなぎがあるということ。使用カテゴリーヒットストップの回で少し説明しています。どんな状況でヒットしても必ずダメージポーズになりますから、相手のやられ判定が長い場合、かなり遠くでダメージモーションを取ることになります。やられ判定を伸ばしたままヒットストップさせることにもメリットはあるのですが、やられた感の方を重視しています。そしてこういう問題がありました。ファイターに対して弱攻撃をした時、相手の体勢によっては離れてしまい、その後のコンボが当たらなくなってしまうという。この場合、やられ側のトップノード位置の問題だったのですが、体勢を変える以上、こういった問題はつきまといます。スマブラのダメージリアクションは上、中、下と分かれており、その位置に比較的近いところでのリアクションを取るようになっています。また地上ではリアクションの強さに小、中、大があります。小、中、大の上、中、下で合わせて9通り。吹っ飛ぶとそれはそれでいろんなバリエーションがあります。スマブラはほぼ全てが人型である他の格闘ゲームと比べ、体型がユニークでありすぎるという特徴があります。人型であっても剣持ちと盾持ち、武器持ちといろんなバリエーションがあります。全てが標準的な人型であってくれたならモーションを使い回すこともできるのですが、そうではないので大変です。ファイター一つ増やすにも結構大ごとになります。どのダメージモーションもシンメトリーっぽくしないようにしたり、シルエットがしっかり見えることを重視しています。例えば吹っ飛び、体をひねり、手足のシルエットがしっかり見えるようになっていますが、ただ横向きで吹っ飛ぶようだとこのようにはなりません。しっかり攻撃した感、やられた感を出すためにもダメージモーションも好きなく作っています。ところで余談です。星のカービィスーパーデラックスの企画書にカービィのダメージパターンについてこんな感じに書きました。これは当時の絵を思い出しながら描いたものですが、一瞬ならこのぐらい極端にやっても良いということです。より激しく強く演出したいですね。